の事件って？みたいだよ。お母さんがそう言ってた。やっぱりそういう筋の人だって。元気そうな人だもんね。風邪かな？冬だし、インフルエンザとか。起立！行くよね、図書委員。おお、友情が炸裂してるね。私も付き合うよ。それよりは島竹くんの方が優先でしょ。ここは一つ心を鬼にしないと。え？ここなの？へえ、寝ながら投稿できそうだね。押すよ。これかな。はい。その、たけしは？大丈夫ですか、おばさま？いやいや、大丈夫。
今流行っているそうですが、どうして至って健康な子だったのに。しちゃった。びっくり団に入れそう。泣くんだもん。頭の中パンクしそうでオロオロしちゃった。うん、けどだからやっぱりこう思う親の心って偉大だよね。実を言うと、私あんまり親のこととか知らなくてさ。うん。だからかな。ちょっとジーンときちゃった。けどマージも罪作りだよね。希望を見せて、けれどくれるのは覚めることのない眠りで。マージも人間もしょうがないな。京介くんは当然辞めるんでしょ。だって島武くんまであんなことになって、そんな嘘じゃないんだよ。夢の中じゃない、本当の本当なんだ。そんなに大事なことなの？過去を変えるって。そんなにも変えたいような過去があるってこと？お疲れ様です。あの、国見くん、千尋さんと喧嘩でもしたんですか？だって今日は妙にだんまりな感じがします。珍しいですよね。あ、雪だ。
ってない。私は折りたたみがあるんですけど、3人は無理ですよね。そうですか。うん、平気。それじゃあ私はここで。バイバイ。ちょっと公園に付き合ってくれるかな。図書室でずっと考えていた。そのことどうしても確かめたくて。今までね、わかると言えばわかるし、わからないと言えばわからなかったんだ。マージを使いたいっていう気持ち、だって現実は一つのはずだって私は知ってるから。何が起こったとしても、それが理不尽でも、とっても幸せなことでも、きちんと受け入れて、そうして前へと進んでいく。多分そういうものなんだろうなって、私は思ってるから。うん。わかると言えばわかる。それでも京介くんの気持ちはすごい不思議。そんなにまでして過去に戻りたいなんて。それは分からせたくないってこと？そう。やだな。なんだか渦に巻き込まれているみたい。私の悪い予感、だんだん本当になりそう。京介くんさ、もしかして。昔、女の子、殺した？嘘、
そんな嘘だって、それじゃ。全然平気。ただ私が気を失っちゃったから、そのことはすごい心配してたけど。はあ、私もびっくりしちゃったよ。そうだね、あんな風に倒れるところなんて見たことなかったから。けど何ともなってないってことは攻撃じゃなかったのかな。あのね、私が心配なのはやっぱり大人は頼れないのかなって